無常迅速なり、生時時代なり、しばらく存命の間、行を修し、学をこのまま、ただ仏道を行じ、仏法を学すべきなり。文筆しいかと、その千なき異なれば、すべき道理なり。仏法を学し、仏法を修するにも、なお他般を見学すべからず、いわんや教家の顕密の商業、一向に差し置くべきなり。仏祖の言語すら他般を好み学すべからず、一時をもっぱらにせんすら、鈍根劣気のものはかなうべからず、いわんや他事を兼ねて真相を整えざらんは不可なり。では英語です。The 41 page。Dogen instructed, impermanence is sweet. Life and death is a vital matter. For the short while you are alive, if you wish to study or practice some activity, just practice the Buddha way and study the Buddha Dharma. Since literature and poetry are useless, you should give them up. Even when you study the Buddha Dharma and practice the Buddha way, do not study extensively. Needless to say, refrain from learning the exoteric and esoteric scriptures of the teaching schools.Do not be fond of learning on a large scale. Even the saying of the Buddhas and patriarchs, it is difficult for us untalented and inferior people to concentrate on and complete even one thing. It is no good at all to do many things.At the same time, and lose steadiness of mind. では十一を現代語訳をしてまいります。示していわく無常迅速なり生時時代なり。示しある時示して言われました。無常迅速時の移り変わりは早いものであると。生時時代なり、生きること死ぬことは重大なこと、容易ではないことである。しばらく存命の間、行を修し、学をこのまま、ただ仏道を行じ、仏法を学すべきなり。自分の命のある間、何かを学び、学びたいと思えば、ただ仏道を、仏道修行をやって、仏の教えを学ぶべきである。文筆しいかと、その線なき異なればすべき通り。文学や詩、などそういう意味のないことはやるべきではないと。仏法を学し、仏道を修するにもなお他般を見学すべからず。仏法を学んで、仏道修行をするにも、するにしても、いろいろなことを同時に学ばない方がよい。いわんや教下の顕密の商業、一向に差し置くべきなり。いわんや兼業や密教などの経典など、全く興味を持つべきではない。仏祖の言語すら他般を好み学すべからず、
祖師方の、言葉ですらいろんなことを、好んで、学んでいくのも良くない。一時をもっぱらにせんすら、鈍根劣気のものはかなうべからず。一つのことに専念しなければ、生まれつき頭の鈍いような人は到底、学ぶことはできない、得ることはできない。言わんや他事を兼ねて真相を整えざらんは不可ない。そうであるのに、さらにいろんなことをやって、いろんなことに、気を紛らわして心を整えなければ、それはダメであると。心を整えないのはいけないと。ここではいろいろあれこれ学んで見てもしょうがないと、一つのことをしなさいということを言われています。一時をもっぱらにすると、もっぱらにする、ということは、これは国語辞典で調べても、もっぱら、他は差し置いてある一つのことに集中する様、またある一つのことをも主とする様、ひたすらただ、ただということで書いてありました。一つのことをに専念しなさいと、あれこれしないで、仏道修行に専念しなさい。ところが仏道修行の中でも、時にはテラワダ仏教、瞑想してみたいとか、もう曹洞宗なんかちょっと面白くないから臨済に行ってみたいとか、安泰寺は経を読まないからちょっと他でお経の勉強してみたいとか、いろいろどれも仏道修行の一つなんですけれど、あれこれ、あちこちに、思いを巡らしていろいろやるのは、やらない方がいいと道元禅師は言われているように思います。